はい、30分遅刻遅刻チェック。かっけえ、あいつ今日ごちゃんなの、それ。え、ごちゃんなの。彼はきっと寝ている。視聴者がざわついとるわ。いや、あと6時に行きましょう。あ、いいです。何やってるぜ。おい、吐きくやねば。いや、何吐きくやねば、お前。遅刻動画がどころか人生終わりました動画になっちゃった。全然来ないじゃないですか。はい、おはようございます。おはようございます。何ですかその顔。何ですかその顔。整形した目がうまくいってね、顔。確かに。視聴者の皆様、巻き目見せてくださいよ。はい、5時半でございますよ。今日は早めからの撮影でございます。4時半にアラームが鳴って、はい、本当に起きた時に全身ベベベベって天然流したよ俺。全然寝た気もしてないしね。もうそんな時間かぐらいですね。体がびっくりしたな、あれな。こんな時間に起きちゃあかんちって。あんたこんな時間起きちゃあかんって。どんな体がね。体がね。ちゃほんとなったもん、マジで。今日何だったっけ。今日は何ヶ月って。私は初めての。初めての。はい、遅刻チェック。遅刻、寝坊チェック。寝坊チェック。今日は調子いいよ。5時半集合なのに10分間違えたおかげで10分前に着くか。これもうゲート開いてる。早っ。5時15分でございますよ。そうですね。タケさんいるよ。すごいね、あいつ5番あったもん。あいつ情報も情報漏洩しとったんじゃない。いや、私さんにしか言ってないですもん、昨日。あ、マジで。翔さんにも言ってないから。そう、喋ってないよね。え、クイーンのレース。6月19日大阪でとび職の方お待ちしております。最後は行きますか。見て、かっけえなあいつ。みんな5時半集合なのにさ、すごい。もう5時15分から1人やっとる。すごいね。おはよう。おはようございます。うわ、好きになっちゃう俺こういうの。好き。一人でなんか黙々と5時半集合だろ。で俺だけちょっと吐きて泣いてたろみたいな。お前情報漏洩しとっただろお前。いや普通に今日8台積み込みがあるもんで、うん、リフト詰まっちゃうんで、その前に1台でもやっと思って。かっけえ。何時間来たのお前。4時40分。マジ40分。やばい。かっけえわ、これ好感度上がっちゃう。ラッキーと思ったの今ちょっと思ってたの。俺おいしい今日と思ってたの。言うて昨日でも1時間遅刻してます。最悪。昨日これはよかったもん。うっそ。うわー、遅刻チェックだな今日は。うわー、おいしいとこ拾ったなあいつ。かっけえわ。レッサーでもちょっと見に行きますか。なんか吠えようとしたの。覚えちゃうか。忘れたらしい。覚えちゃうか。いいぞ遅刻券。遅刻チェック券。あの散歩行かれると来ちゃったら来ちゃったら困るんですけど。もう今ですか。23分ですもん。もうだって今27分、あと3分で3分。視聴者の皆さん、レッサー。はぁ、あと3分だぞ。あ、来た来た。あ、あれベトナムですね。カンタさんかな。カンタさんっぽいな。カンタ、3分前。そう、入場合格。おはようございます。おはよう。はい、合格。今日ごちゃんなの、それ。はい、ごちゃんなの。ごちゃんす。お前が一番か、まさか。しかも何とんのよな。どっ
競技だな。乗った競技。よしよしよし。一人で4時半ぐらいから来た。4時半 ?4 時50分ぐらいから来た。4時40分に来ました。4時40分。あ、1分前。もう1分前です。2人しか来てないんですけど。いやでももう時間30分ですもん。もう2人しか来てません。あ、岡部さん。お、ちょうどギリですね。おギリギリ30分じゃないですか今。ぴったり30分。ぴったり30分。何時寝ましたか昨日。寝た時間ですか。ああ10時半。お前に電話したんだ。11時ぐらいです。ああ、みんな電話かった。おはようございます。そう、それでまた。おお、すげえな。一応、あ、マサ君は遅刻じゃねえか。はい、30分遅刻。1分遅刻だから。1分遅刻。30分遅刻だから。さあ、今何、いつも最近遅刻だろ、マサ君。遅刻はないです。お前は。俺も寝とるだろ、体が。僕、ありますね。あと誰だっけ、あ、トシ君目指してる。トシ君って、あ、トシ君、うん、ハウスの中で、うん、2時半だった、うん、その時にトシ君いなくて、あ、全然分かってないから、で、LINE も起きて、 LINE 見て、うん、短かった、でもまだ間に合う、うん、うん、嘘、で、頑張ってきたんだ。おはようございます。おっしゃ、よしよい、おはよう、新人はい、気をつけはい、気をつけ何分だ、お前ら。35分ぐらいです。はい、35分ぐらいです。今、はい、何分しようだ。おらおらおらお前なんか俺まだ1回しか会ったことないんだね。はい、名前も知らんけど、はい、YouTube も出たことないじゃん。あ、ま、チラッと映ってる。チラッと映ってます。そう、はい、早くな、はい、早くな、早くな、はい、レイさん嬉しそうだもんね。なんでそんな嬉しそうにしちゃうんだ。めちゃくちゃ嬉しそう。視聴者に向かってちょっとリアも信じて、まあ、何年だ、1年経ってねえだろ。1年どころじゃない、半年も経ってない。視聴者のガキどもは。はい、そうでした。視聴者に向かって、もうそんな挨拶だったらお前アンチと戦えるぞ。いいか、申し訳ないです。何が申し訳ないんだ。遅刻して、すいませんでした。すいませんでした。はい、遅刻して、すいませんでした。はい、はい、じゃあやってこい。38分になっても来ません。あ、誰が来てん。リュウジさん。何やってんやつは。ショウさんも来てないね。ショウさんも来てない。ヤギどもは、おはようございます。おはようございます。はい、誰が来てました。厳しい。あ、じゃあ、ケンタロウさん。ケンタロウさんも来てないじゃん。ケンタロウさんもまさかの今日5時半すれば来てなかった。ほんと、え、マジですごいな、みんなもらわさやかな。すごいね。見てくださいよ、この働きを。朝からまだ5時半だからな。これなんか、もう明太子。あ、リュウジさん来た。来た。まあ、聞いて、まあ、聞いて、まあ、聞いて。行けこいつだけは分かんない。あいつだ。何時だって言うのに、あいつらの集合時間が悪い。なんで LINE 見たら、いきなり10時半ぐらいか11時ぐらいになるの。5時半って言ったら、お前調べた、寝てますもん。ああ、そういうことか。そうそう、あ、調べた、お前も調べたか。多分みんな知らんじゃないですか。でもショーは知ったんだ。ハウスの中で喋ったって言ってましたもんね。いや、いないよ、こっちは。だから多分いない人がいるって言ってましたね。そう、知らんかったもん。知らないです。ああ、知らんかったって教えたのか。5時43分あ、ケンタロさん来たよ。おはようございます。ケンタロさん来たって。あの、コロナのあれで逃げて。おはようございます、ケンタロさん。ケンタロさん、ケンタロさん、逃げないでください。おはようございます。もう53分です。そうですね、今日の。おめでとう、おしまい。いや、お前遅刻しようならコーヒー飲んで、お前な、お前私服のひとときみたいな感じ。頑張っしょ。私服のひとときから出すなよ、お前。
ケドリ君の人だったらどうじゃなかったじゃないです。ケドリ君じゃないですか。いや、違う違う、 LINE 見てないお前は。多いな。見えました。起きてもねえよ。シフトの人の気象具合があったらどうせでしょ。あでもね、あパッて急いで来た。何時？54分です。6時だった。6時だったら、ちょっと合格だ。ちょっと合格だ。あそこ、丸付けドーム。四国の丸付けドーム。そんなめちゃくちゃ多くなかった。お前なに俺がこっち向いとる隙に、シフトの人に呼んでんだろうね、あれな。こっち仕事したんだろうね。お前今見たぞ、俺。パーティーで、パーティー見たしよ。お前ね、なあ、見た今。リュウジさんとさっき喋ってたのは、彼はきっと寝ている。え、この時間になっても来ないじゃん、だって。あと2分で、だって6時だよ。だってまずもう6時も遅刻かもしれないよ、だって。その、5時半6時問題で、ちょっと今ざわついとるわ。視聴者がざわついとるわ。ただ、誰がおったの？リュウジ君、そう、僕…あ、リュウジおったの？あいつ俺知らんかったって言ったの。そんな話聞いた記憶ないって言って。あいつなんかめっちゃあるのすか。あいつでもケンタロくんいたんですよね今。あ、タケって言ったっけ。ケンタロくんいない。あ、いないんだ。ケンタロくんいなかった。トシ君は。トシ君もいないです。ショウは。ショウいました。確実もとあいつ。もうなんだったあいつが言ってくれ。でも6時だとしても6時からだとしても6時からだとしても6時からだとしても6時遅刻だよな。あいつは死だな、あいつ今日。今日は死だ。すいません。確かに。あ、確かにお前やな。間違いだな。おはよう。隠れとった。いや、使わんでいいよ。おはようございます。隠れとったでしょ、今。俺は映らんぞって隠れとった。いや、顔聞いてしまいました。いや、知らなかったでしょ。知らなかったでしょ。何ですか。なんか5時半か。5時半っす。みんな5時半。 LINE したのも遅かったし。まあ、6時も遅刻したんじゃないの。なんかやったんす。いや、今6時何だろう。ここにあれです、あの TikTok です。ああ、ジャイブです。今コマドで喋ってました。はコマドで喋って、僕ライブに入って喋りながら走ってました。マジで？すごいね。あ、今急上昇乗ってると思って。そう、なんで？はい、確かに TikTok やった。はい、で、ライブ配信して。なんで YouTuber やらないの？ TikTok やったの。なんで？なんで？いやいや、無事行きましょう。いやいや、生きている。あ、TikTok 急上昇出たもん。今急上昇ランキング。YouTuber 出たくないって言ったら、なんでそんな TikTok やるの？いや、近い。なんか、近い。YouTube 出ていいんだ。解禁？あ、解禁でいいっすよ。何やねん、おっさん、なんかくより TikTok なんか、いやいや。なんか、その、いろんな人と繋がってって、で、おうわっ、レジーバーラーちょい何やってるぜおい、はじくやねんかお前、危ねえじゃねえ、穴開いとるやねんか、お前最初じゃないって、今爪爪だろ、今だろ今だって、じゃあゆっくり回すじゃあ、お前タイヤ回せよ、お前ゆっくり回すんだよ、お前、いつで分かるね、おい今だよなほらぴったりだもんだって。じゃあぴったりだって、降りてみてみろって。じゃあ絶対今だって、俺見とったもん向こうから。知ってます。あと煽り出しました。あ、煽り出した。いや見てみ、いや降りてみ、ぴったりだって。あぶねーって言ってるから。おはようございます。お、市川業の親方。はい、6時じゃないの、仕事。今日、僕らで一緒物件確認行くんで。ああ、そういうこと。あ、なんで、こっち来たん？なんで自社物件って言うの？あ、塗り替え道場の仕事。塗り替え道場の。あ、で時間は別に何時でもいいよみたいな感じで。はい、見に来てくださいって。あ、で6時とか別に関係なく。はい。あ、そういうことだ。まあ、積み込みはこっちでやっとくもんねって言って、はい、頼みますよ、はい、じゃあなんか視聴者に向かって一言。そこファイヤー。そうでしょ。寝とるやねんか頭。俺それ絶対言うかなと思った。おい、もうショーこんなちゃうか。え、誰が連絡したの。であいつはだって言い出しってなもんね、分かってるでしょ。全然来ないじゃないですか。全然来る気配ないですよ。誰、
ショウガだに、もう何も気づかずずっと寝とるってあるないだろ電話で本当に起こされたすぐ行くわないだろ3分とかは3分とかは今後の何時かのご飯昨日前あったの会ってない他の方そうだマジかマジか朝もう YouTube で晒してやってる今女を送ってとるあだからこんなに遅刻してるんですねなるほどねあ今5時あ6時24分ですねあと6分で大台や1時間1時間遅刻の時点でやらしようかかゆいんじゃない30分はい終了30分ですね遅刻動画がどころか電話してみますとにかく人生終わりました動画になっちゃった電話してみますか出ませんね寝てるほら寝てるじゃんおはようございますどこだ今ドバかあ？知ってるようなことこっちは間違えるからまたんじゃんボケーかすすいませんはいはいほらまだ家すら出てないじゃんこれ YouTube の初じゃん10分近くだもんねないけど1時間っすかあ1時間っすか1時間まあでもいい日になるえこれが近く通りはいいいタイミングだったねすごく俺来たかいある来た来た来たはい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 食わずに食わずにどうやっとんだお前いや本当にアラームかけ出せましたあすいませんアラームかけ出せた昨日お前ミオにも連絡してないだろ寝てましたあマジかお前女と揃ったろじゃあ息はわしてみるはわしてみる本当にしてないです酒飲んだからチェックはわしてみる本当にしてないですはわしてみるダメだはわしてみる本当にしてないですはわしてみるあと歯磨いてないでいかんすあ？あと歯磨いてないでいかんすいやいいや最後のことはわしてみる酒飲んだ本当に酒飲んではわしてみるでカメラで何か向かって言うことあるか1時間1時間1時間まあ1時間半ぐらいですか1時間半じゃない20分だ1時間20分皆さん本当にすいませんでした。これからはお願いちゃんとアラームをかけて、これがいい方になるか。これがいい、いい方になって、これがなくてはいいから。これ、あ、これが方になればよろしいと。最近つけなかったね。はい、オッケー。じゃあ本日は、堀川翔さんが1時間遅刻、1時間超えの大台乗ってくれました。とび職の方、ご参加お待ちしておりまーす。あ、そうそう、別件、イベントが大阪で飯コーナーがあって、まだもうちょっと入れると思うんで、今、十何社集まってるって言ってたんで、ぜひ参加してください。はい、それと、オンラインセミナー、はいはい、宝塚 の、まあ、リフォーム会社さんで、まあ、SNS で大成功してるとか、ちょっと講談というか、喋ってくれるので、ぜひそちらの方も勉強になるので、ちょっと対談形式で俺と喋ろうかな。いろいろ考えとるんで、ぜひそちらの参加もお願いします。あと足場材の購入、今これ忙しい時期だからなかなか売れてないかもしれんけど、今鉄も値段上がってるからね、すごい高く買える時期なんで、まあ、本当に足場材余ってるとか使ってたやつずっと寝かしてるとかなんかあれば、まあ、知り合いとかでもね、買取道場、塗り替え の、 買取道場だったんですけど、工具とか道具も買取ぜひやってみようかなと思ってますんで、ぜひ声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。お前はいいや、お願いしますよ、ね、まずは遅刻しずに来いよせーの、まなみですいい家が取れたら許してんな